ロックイズをご覧の皆さん、お久しぶりです。せーの、お久しぶりです。2017年は、俺が大怪我したせいで、出す予定だったシングルと、やる予定だったツアーが中止になってしまって、全然実質活動が全然できない状態だったんですが、いろいろ失敗なくてすいませんでした。すいませんでした。いろいろ、なんというか、怪我して、いろいろ大変だったんですけど、今はなんとか元気にやってます。2017年、なんていうか、怪我してからの退院してから、ずっと、調子悪いなりにずっとバンドでリハだけ入って、来年に向けての準備をしてたんですけど、で、来年の2018年の1月に、7ヶ月ぶりに、久しぶりにライブを出ます。場所は東京の代官山ユニットから、中止にしたツアーの場所、基本またトスペルでライブを始めようと思ってます。最近やっぱ忙しくなってバンドが今日もライブの投資リハしたんですけど、いい感じに仕上がっております。じゃあ来れる人が1月6日の代官山ユニットで久しぶりに再会しましょう。じゃあ、いいかな。じゃあ、じゃあ、いいかな。じゃあ、こんな感じで元気にやっておりますので、皆さん、元気で会いましょう。よろしくお願いします。待ってます。じゃあいつか何もかも過ぎていくのなら、あなたは僕の青春の象徴。